フワンバウティスタデアンサ、フワンバウティスタデアンサベゼラニエとホアバウティスタデアンザベゼラニエ七1736年7月から1788年12月19日は、ニュースペインを探検したスペイン人開拓者。フワンバウティスタデアンサは、ソノラ州、フロンテラス、アリスペ近くのニュースペイン北部開拓地の軍人一家に生まれた。父親は、 フアンバウティスタデアンサ一世。1752年には開拓地守備軍に入隊し、1760年までに隊長に昇進した。1761年にスペイン人鉱山所有者ペレスデセラノの娘と結婚した。子供はなかった。彼の軍事任務は主に現在のアリゾナを探検するルート上でのアパッチなどの敵対的なインディアンに対する襲撃であった。 1772年、彼はアルタカリフォルニアの探検をニュースペイン副王に願い出た。これはスペイン王によって認可され、1774年1月8日、3名の死祭、20名の兵士、11名の使用人、35頭のラバ、65頭の牛、140頭の馬と共にアリゾナ州のトゥワクからツーソンまで旅をした。遠征はリオアルター。 ニュースペインのソノライシナロア沿いの南のルーを取り、現在のメキシコとカリフォルニアの境界と並行して良い関係を築き上げていたユマブー族の領地である平川との合流地点でコロラド川を渡った。1774年3月22日にはカリフォルニア沿岸近くのサンガブリエル、アルカンヘル伝道所に到達し、4月19日にはアルタカリフォルニアの首都のモントレイに到着した。 1774年5月後半までには、ドゥバクに戻った。この遠征は、副王とスペイン王に重く見られ、1774年10月2日、彼は、中佐の位に昇進し、アルタカリフォルニアへ入植者の集団を率いるように、命じられた。スペインは、ある意味で北からのロシアの進出の干渉として、またある意味では、スペインの船をかくまうことができる港を建設する。 可能性として、カリフォルニア北部への彼らの定住の強化を望んでいた。遠征は1775年10月に始まり、途中で入植者らは、冬の天候に非常に苦しめられながらも1776年1月に、サンガブリエル伝道所に到達した。彼は引き続き、カリフォルニア州モントレへ入植者との旅を続けた。そして彼は、小さい体で北への探検を続け、 1776年3月28日、現在のカリフォルニア州サンフランシスコにある、サンフランシスコトリデとサンフランシスコでアシス伝道所の場所を見つけ、福王からの任務を履行した。彼は入植地を建設はせず、後に他の者が建設した。モンテレーに戻る間、彼はサンタクララでアシス伝道所の場所とサンホセデグアダルペの町。 現在のカリフォルニア州産の税を見つけたが、これも彼は入植地を建設はしなかった。この成功した遠征の帰りに、彼は伝道書の建設を求めていたケチャン、ユマ族の州長と共にメキシコシティを旅した。そのすぐ後の1777年8月24日、アンサはニューメキシコ地方の総督に任命された。1779年、 タオスを繰り返し襲っていたコマンチェに対して、彼は過酷な遠征を率いた。ユトとアパッチの同盟とおよそ800名の兵士と共に、彼はサンルイスバレーを通って北に行き、現在コロラド州のマニ島スプリングスとなっている平野に入った。彼は、現在のコロラドスプリングス近くのコマンチェの小さな位置、軍に驚いた。彼らを追って、ファウンテンクリークを南へ下り、 現在のコロラド州プエブロ近くでアーカンザス川を渡った。彼はニューメキシコの襲撃から戻ってきたコマンチェの主力部隊をグリーンホーンクリークで発見し、州長のクエルノベルでグリーンホーンクリークの名前の由来になった人と他の多くのコマンチェの指導者を殺して決定的な敗北を与えた。非常に弱体化したのでコマンチェは襲撃を中断し、 現在のオクラホマ州とテキサス州のある南東へと移動した。1779年後半、アンサと彼の兵士はサンタフェからソノラへのルートを発見した。彼の様々な地方での敵対部族に対する軍事、遠征はどれも成功したが、彼が平和を築いていたユマ部族が反乱を起こし、メキシコ北方開拓地の軍事司令官からの指示を失った。百八十三年、 アンサは、東の平原のコマンチェに対する遠征を率いて、1784年まで、彼らは平和を呼びかけ続けた。最後のコマンチェの酋長たちはそれに応じ、正式な条約は1786年に結ばれた。これによって、商人たちへの道とコマンチェロの交易の発展が明けた。アンサは、ソノラに戻る1787年まで、 ニューメキシコ総督の席に座った。彼は1788年に、通ーのンの砦の司令官を任じられたが、就任する前に死亡した。彼は妻を残して、そのラ州アリスペに埋葬された。アンサは、ヌエストラセニョーラデラスンシオンでアリスペ教会に埋葬された。1963年に彼は掘り出され、カリフォルニア大学とサンフランシスコ市の代表団が参加し、 大遺跡の壮大な墓に再埋葬された。カリフォルニア州アンサの町は彼にちなんで名付けられた。およそ7000人の小さな町はパームスプリングス上の山の高速道路371号に一致している。カリフォルニア州産フアンバウティストのフアンデアンサの家は国定歴史建造物である。デアンサの名はサンマテオとクパチーのそれぞれのデアンサ大通りや クパチーノのデアンサ大学、リッチモンドのデアンサ高校など、カリフォルニアのいくつかの通り、学校、団体の名前の由来になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。